アニマイダ小作葬儀は、秋田県北秋田郡、前田村で1925年から1938年にかけて発生した小作葬儀。いわゆる日本産大古作葬儀の一つに挙げられている。1925年、アニマイダの大地主、正治平蔵は、地主に対する増税と支出の増大に対応するため、最高で3倍の小作料引上げを小作人に、 通告した。前田村の小作人は小作量の現状維持を要求して、小作米不能戦術で対抗し、葬儀は小坂鉱山との葬儀で活動した、カニヨシオラが参加したことで長期化した。地主側が雇った、時警団や警察と葬儀団の衝突などを経た1928年末に、小作人に有利な内容を含む和解が暫定的に成立した。 結局は小作料は値上げされたものの、訴訟にかかった1万円の費用は地主が支払うことになり、永代小作権などの小作観光はそのままとなった。その後、立て続けに起きた強作や、地主側の和解破棄の動きなどを経て、自局が戦争に向かう中、最終的な和解が1938年に結ばれた。同事件の協議内容と合意内容の変遷は、 秋田県の内改革しに詳しく記述されている。アニマエダ古作葬儀は秋田県における古作葬儀の先駆けとなり、1920年代後半から同県では葬儀が急増し、1930年代には全国1、2位を争うほどに葬儀が多発した。1928年には日の大津支部の葬儀大会で検挙者を出し、閉会後には304名が、 五条目署へ釈放を要求して押し寄せた、つ日た市葬儀が発生し、1929年末からの南秋田軍下井川葬儀は、10ヶ月の葬儀期間中に、地主に対する暴力行為等で7名が送検され、学童24名による同盟休校が起こり、地主の息子の自殺などの後に和解が成立するという事態であった。1930年には、 横手盆地の大地主、炎天団体らを相手にした、いわゆる団体ら葬儀が発生した。同葬儀は、地主側が他より低かった、小作量を上げようとしたことが原因とされるが、運動家が参入した他に、葬儀団の中心の一人が、団体らの親族だったことなどの要因が重なって、規模が拡大し、アニマイだ古作葬儀同様に葬儀団と警官隊とが、 乱闘する事態に発展した。カニヨシオ君の石踏み、ありがとうございます。